どうもしゅんです。こんにちは。はい、というわけでですね、今回はレバレジーズさんに来てるんですけども、レバレジーズの社員さんに一日密着をさせていただこうと思います。これから就活する方や就活を進めてる方、もしくは就活に関係ない方も楽しめる動画になってるので、よかったら最後まで見てください。ということで今から密着しに行きます。おはようございます。おはようございます。レバレジーズ株式会社の木田と申します。本日はよろしくお願いします。今日は木田さんの一日に密着させていただけたらなと思います。よろしくお願いします。これから何されるんですか？今から21卒の新卒向けの編集資料の作成のミーティングをします。ちなみに何人くらいでされるんですか？その時に1人で責任者をつけてやっていて、チームメンバーにいろいろパートを振り分けて責任者の方が取りまとめをして進めてくれています。お願いします。ここがっつりやっちゃっても別にいいかなとは思います。いかがでしたか？もうすぐ新卒が入ってくるんですけれども、順調に準備を進めてくれていたので大丈夫かなと思います。木田さん、今から何があるんですか？進捗確認のミーティングをします。朝昼晩とチームで一度顔を合わせて仕事の状況とかをみんなで共有し合ってます。朝昼晩されるんですね。今リモートワークを一部入れているので、顔が見えるような形で5分程度で共有会を行ってます。お願いします。はい、以上です。お疲れ様です。すいません。この後はヒルを買いに行きたいんですけど、はい、いいでしょうか？あ、ちなみにいつもランチってどんな感じなんですか？今はコロナで自粛しているので、その時には自席で食べてます、うんうん、またランチの時にお邪魔させていただきます。はい、お願いします。これめっちゃ美味しそうですね。これどこで買ったんですか？ビルの地下にデパ地下みたいなのがあるんですけど、そこで買ってて、はい、ワーカーズパスっていうのが使えて、その社員証があったら100円引きとか。100円引き、はい、忙しい結構今日は普段木田さんどういう方なんですか？笑う今日おもろいこと好きなんですね。楽しい子です。そしてめっちゃ優しい。じゃあすいません、お邪魔しました。昼休みなので、1年前ぐらいにオフィスが新しくなったので、案内してもらおうかなと思っております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。めっちゃ綺麗なんですよ、もう。エントランスから。絶対いっぱいお金かかってる。うん、ここ何人に使われるんですか？ここは、新卒向けの説明会をやったりとか、うん、規模の大きいミーティングとかここでやってます。ちょっと気になったんですけど、はい、これは何ですか？オープンスペースの一環で、ここに座りながらミーティングしたり、映える写真撮るとき、ここを使ったりします。すごいですね、この会議室。結構景色がいいので、お客さんが見てくださったりします。すごい背景。スクランブル交差点も見えるんですね。ここが25階のフリースペースということで、はい、ここでも一応作業とか休憩ができるということですね。はい、そうです。環境に対して不満とかはもう出なさそうですね。オフィス環境は結構いいかなと思います。すごいですね、やっぱこういう会社作りたいな。次は何をされるんですか？今からチームのメンバーと囚人の進捗確認をします。ざっくばらんにいろいろ雑談も踏まえながらお話しして、状況を確認するっていうような感じです。なるほど、分かりました。木田さんとの関係性を教えてください。木田さんと同じチームのキャリアチケットで法人営業を担当しております中村と申します。中村さんは今何年目ですか？今ちょうど2年目が終わろうとしているところです。木田さんの尊敬できるところを教えていただけますか？企業様にとってもそうだし、社内のメンバーだったりとか上司後輩関係なく本当に丁寧に接してくださるっていうところが非常に尊敬しています。ごめん、言わしたみたいな逆になんですけど、直してほしいところありますか？本当にないんですけれども、強いてお伝えするとフィードバックっていうところをもっと厳しく言ってもらったら全然大丈夫というところと、いただけたら嬉しいなっていうところぐらいですかね。今の話を聞かれて、フィードバックは私ももっとしっかりしていかないといけないなと思うので、ちゃんとこう愛あるフィードバックができるようにしたいなと思います。進捗の確認だけちょっと先にさせてもらいます。ちょっと3月末ぐらいになりそうなんですけど、できる予定は必要かです。営業の人材紹介の方なんですけども。この後何されるんですか？今から中途の面接に入ります。中途の採用担当もされてらっしゃるんですか？イメージとしては人事さんが担当されてると思ってたんですけど、はい、弊社だと人事も面接に入るんですけれども、一緒に働く現場社員がある程度こうお話とかもできた方が理解度深められるかなと思うので、現場の社員も必ず入るようになってます。
受ける側の方の気持ちを考えてくださってるんだなって思います。じゃあ早速なんですが、面接始めていきます。今の目標とそれに対してどういう行動を取られているかっていうところを教えていただいてもいいですか。お疲れ様です。お疲れ様です。1時間ぐらい面接されてたと思うんですけど、はい、1時間話すと相手の方の雰囲気とか人柄っていうのは分かるものですか。特に今オンラインなのでよりそこを詳しく分かるために10分20分ぐらいは雑談ベースでお話する時間を設けていて、人となりとかもちゃんと理解できるようには努めています。採用面接されるときに注目しているポイントって何ですか。優秀かどうかっていうところももちろん大事なんですけれども、それ以上にその人がうちに入って本当に幸せになれるのかっていうのはしっかりさせてもらってます。勉強になります。ちなみに今木田さんってどういったお仕事をされてるんですか。今はキャリアチケットという新卒採用エージェントを運営していまして、その中で法人営業のリーダーをしています。大事にしている価値観ってありますか。はい、さよなら読み込む就活っていうコンセプトをかけて、一社一社丁寧にご紹介をして理解を深めてもらいながら就職活動を進めていくっていうのを大事な価値観として置いています。例えば代表の真山がですね、ツイッターやってるんですけど、利用してくださってる学生さんから DM もらったりして、そこでこう何かご意見いただいた際に社内でこうその案をもとに改善策考えたりとか行動にとっているので、ぜひざっくばらんに意見を聞かせてほしいなと思ってます。就活生に向けてどんな思いで就活に臨んでほしいとお考えですか。企業の知名度とかで選ばずに本当に自分が行きたいなと心から思える会社に入社を決めてほしいなと思います。なんか私自身も7年前にレバレジーズに入社することを決めたんですけれども、当時レバレジーズ300人ぐらいのちっちゃい会社で、友達にレバレジーズ行くんだって言ってもそこどこやねんって言われるような会社だったんですけれども、ただなんかその中で自分が納得ができて入社した結果、今6年も経つんですけれども、今でもすごい楽しく働けているので、あの時の選択はすごい良かったなと思ってます。ありがとうございます。荻野さんから見て木田さんどういったところがプラスでしょうか。一つ目は依頼主が何を求めているかみたいなところを把握する能力が高いかなと思って、案外自分がこういう風にやりたいみたいな感じでみんな仕事しちゃうんですけど、木田さんはちゃんと一個一個確認をするし、確認しなかった時はちゃんと把握した上でやってくれるんで、期待値上回りを仕事してくれるみたいなところは一つあるのと、誰に対してでも謙虚みたいなところはすごいあって、後輩の子とかに対してでも上からみたいなスタンスが一切ないのが彼女のすごいいいところかなと思って、下の子たちも尊敬してついてきてくれるし、その下の子たちが活躍してみたいなところもあるんで、会社全体としてそういう関係性の人が多いのかっていうのを聞きたいです。普段のコミュニケーションとか会話とかを大切にしている人はかなり多いと思いますし、そういう社風なのかなと思いますけどね。レバレジーズさんとしてどういう人を採用したいかっていうのをお聞きしてもいいですか。直近1、2年目、3年目での足元の活躍っていうのもしてほしいですけど、どっちかっていうと5、6年とか7年後ぐらいに会社の中核にいる方が自分としては嬉しいかなと思ってるので、育成可能な能力よりも育成しにくい能力を優先しているポイントですね。例えばどういうことですか。勉強できる人を採用したら、普通のビジネスレベルの英語っていうのは 2、3年しっかりやってもらえればできるようになるじゃないですか。勉強できるかどうかみたいなところ、そこ逆に教えにくくないですか。思考性とかマインド面とかを結構見てるっていうこと。おっしゃる通りですね。教えにくいものって心の習慣と行動の習慣って言ってるんですか。どういう習慣がいいかっていうと、最低限3つ挙げるとしたら、1個目は仕事好きな人、2個目が志高い人、3つ目は努力の器が大きいかどうか。努力の器っていうのは具体的にどういうの。人より何かしらをやり抜く力みたいな。レバレジさんに受ける学生さん、意欲は高い学生さん多いと思うんですけど、その中でのレベル感の違いで採用採用が決まっていくっていう感じなんです。仕事好きな子は宇宙受けに来るだから、1個目のハードルみんなクリアするじゃないですか。3個目の努力の器みたいなやつが、そこがねクリアする子は結構少ないですね。努力の器をどこで測ってるんですか。習慣なんで、過去にやってきたことでしか測ってない。そこが事実として強い人間がうちは多いかな。事実として頑張ってきた経験がある人は向いてるし、受かる可能性もちょっと高いっていう。ああそうですね、ただ前向きに仕事を楽しみたいなと思ったりとか、そういう風に捉えてる人は一旦面接来てもらえると嬉しいですけどね。会社も急拡大していってるじゃないですか。会社として経験したことないことだけど、社員一人一人が問題解決しないといけないっていうケースも一定多いんですよ。なんでできる人にできる仕事が振られるカルチャーより、できないことを任せてできるようになってもらうっていう文化がかなり強い。ポジションがどんどんできてくるんです。あ、そうそうそう。だから、そう自分でやるって決めたらとことんやりきってもらうみたいな
アの中で任せていく方が、社員もできないことできるようになる方が結局成長とかスキル習得が早いじゃないですか。会社としてもこいつなら任せても大丈夫だって思う人が増えるんで、そういった性の循環が回りやすいみたいなところの方が答えに近いですけど、ね、あと今の時期から3、4年で2倍、3倍になっていくっていうところの変化を一緒に作っていけるっていうのは魅力の一つかもしれないですね。これから何されるんですか？今から新卒説明会に参加して座談会でお話をします。どういった形でご参加されるんですか？座談会に登壇して学生さんからの質問にお答えします。あと他に何かご質問ありますか？あ、はい、ありがとうございます、はい、以上です。どうでしたか新卒説明会？意欲的な子がたくさんいて、いっぱい質問出てきて嬉しかったです。もうめちゃめちゃ疲れてるじゃないですか。確かに。だいたい夜ですもんね新卒説明会って。そうなんですよね。この後の予定はちょっとだけ事務作業して帰ります。じゃあもう終盤ということで、本当に一日お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。今日結構長かったですよね。説明会があったのでちょっと長かったです。改めてレバレジーズで働くことの楽しさとかやりがいって聞いてもいいですか？手を挙げたらやらせていただける環境があるのはすごいいいなと思ってます。今日もいろいろ見ていただけたかなと思うんですけど、面接したりとか説明会入ったりとか研修の企画立てたりとか、なんかそんなことをいろいろ営業っていうメインの仕事をやりつついろんなことにチャレンジさせてもらえるのは結構いい環境なのかなと思ってます。確かに木田さんの楽しそうに働いてる様子を見て僕も頑張ろうって思いました。ありがとうございます、はい。ということで一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。長いのありがとうございました。こちらこそありがとうございました。素直な感想をいただいてもいいですか？緊張して硬くなったかなと思いました。あとはなんか普段自分がどんな業務してるっけって見直すいい機会になったのですごく良かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまた3ヶ月後ぐらいに密着させていただけたらなと、はい、近いですね、はい、じゃあ今日はありがとうございました。お疲れ様です。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。